ップの初戦、なんと大阪ダービーということで、ここ万博にやってきました。大阪ダービーを見に行く1日の Vlog を撮っていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。行くぞ。ということでね、駅に着いたんですけども、遅延とかがあって予定よりも40分ぐらいもう押してしまってて、キックオフまであと2時間ちょっとしかないので、まず姉貴たちを待たせてしまっているので、フードコートに行きたいと思います。そう、あのね、お昼ご飯を食べようと思うんやけど、もうほんまに腹ペコで、スタジアムに入ったらアウェー側のゴール裏は隔離されてて、あんまりスタグルとかがないんじゃないかなっていうと予想しているので、っていうのと、あとエキスポシティの中に私の好きなお店が入っているので、それでしっかり機嫌を取ってから行きたいと思います。お腹すいた。遅刻。遅刻。お待たせしました。遅刻。おはよう。おはようございます。お待たせしました。並んでます。このピーの姉貴を並びに行きます。あ、並ぶ。うちも参入してこよう。お待たせしました。ちょっとキス。キス。あの、ちゃんと上に上げてくれない。うとてくれ。どう。この厚切りチェダーアボカドバーガーセットで、パンの種類を選びください。パンをこの全粒粉で、全粒粉でサンドイッチみたいな見た目になりますが、よろしいですか。大丈夫です。あとこのスープのオニオンクリームに変更してます。オニオンクリームセットに変更してます。ありがとうございます。チェダーアボカドバーガー、アボカドも見える。もうすぐ試合始まっちゃうんで、急いでスタジアムに行って応援する準備をしましょう。え、めっちゃ雪降ってるやん。雪です。やってやって。現地の3番目太郎さん。あ、はい、皆さんこんにちは。私3番目太郎でございます。今スイタスタジアムに今到着しましたんですが、はい、すごい雪が降ってきて、まるでスノードリーム、桜満開という状況になっております。どうやったら繋がった？スノードリームからどう繋がった？はい、はい、はい、伝わる？すごいな。カメラに映らんか。でも映ってんだ、 iPhone。 入場します。ちなみに今日もチャージスポットにお世話になってます。どうぞ。久々に来た代表戦ぶり。ぎゅうぎゅうすぎんか。混乱ビット久々すぎて怖いんだから。かどうぞ。
6000円。島の木に6000円を持ってもらいました。せーの、アボさん。みんなちゃんと向きの1万円いくか。1万円かな。せーの、アボありがとうございました。お弁当様です。ありがとうございます。というわけでナイスゲームでした。はい、じゃんじゃん、ありがとうございました。またナイツ勝ち飯でした。おやぽみ、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう姉貴。お疲れ。サッカーやってたっていうのはあれですか、チーム入ってたんですか、小学校とか。おはようございます、トミです。今日はここ江戸川桜スタジアムにやっと来ました。2022年ホーム開幕戦です。ということで、セレッソ大阪対京都サンガの試合なので、同じ関西のチームということで、今日はすごい人になっております。はい、ヨドコで今年初めての試合で、これまで日産スタジアムで引き分けて、その後ガンバ大阪とルヴァンカップで勝利してのこの流れなので、今日もしっかり勝ってもらいたいと思います。ということで、まずはやっぱりホームなので通信始めを、ね、しないといけないと思うので、めちゃくちゃ並んでるんですけど、食べに行ってきます。行くぞ。でレッソバルのクーポンをもらいました。これを使って2個の唐揚げが買えちゃいます。はい、今も待って、普通にそんなところ入ってるんですけど、透明の、あとゴミだけ入れてほしいな。動画はこれだけ。これが可愛い。お前は600円になってる。でも600円でも買う。全然買うからね。600円でも全然買う。うん、私ユーのネギ塩ソースが売り切れちゃいましたので。やっぱりテレソースですかね。テレソースにしました。明太マヨソースで美味しいです。トミのやつ、トミのやつ分かるの、分かってる。トミのおにぎりを買ってきました。ほんま足おにぎりが良かったんですけど、なかったので魚チリメンです。ツルシンの唐揚げを食べるとおにぎりが欲しくなるので、静岡の自分で買いました。お酒飲む忘れてた。飲み干さなあかんね。もうごめん、乾杯終わってんねやんか。一人でいい。みんなはもう先に乾杯したらしいので、視聴者の皆さんと一人で乾杯します。なんか弱くて可愛い。怖い。でも先振り回してもだから。じゃあ開幕に乾杯。やばい、ゴール、やばいな。キャラピー。ドン引き。友達やめられるわ、マジで。しゃっくりなった時に30秒いけて、そんな飲み方やる。しゃっくりなった時に30秒息止めて、さっき止まったことがある方はコメントお願いします。30秒じゃ足りへんやろ。30秒じゃ足りへん。2分マジでくる。2分2分やろ。苦しい、死ぬっていう限界までやって前半前半なったら。ラスビの色は紫。え、これ知らん。何それ。ラスビの色はって言われて、紫色って言ったらシャッフル止まるって。絶対色まで言わなかった。絶対よ。もう止まらん。一生止まらん。何やねんそれ。なんで喧嘩乗れてんの。一生止まらん。
ましたミュージョン、ミュージョン今年初、目どころでーすいいお天気めちゃくちゃいいお天気です今日からあったかいですねほんまに開幕とダメめっちゃ寒かったもん今日上着着ずにあ、かけさんが喋ってる今日から今年からよどこうのゴールラが自由席になったので久々に席を取りに行きますというかもう姉貴たちが取ってくれたんですけど荷物を置きに行ってきます確かにそこの、まあ、印象をマイスタジアムですねこっちがこんなにも近くに見て見てでした北野くんが最後もすごく惜しかったんですけども BGM うるさい BGM うるさい嘘でしょもっとあなたがしたくてやめるかということで次は来週東京戦です最終東京戦ですまた来まーすなんか試合の予定をいろいろ組んでたら気づいたらもう3月は全部行く予定になってたので、まあ、どれだけ動画を撮れるかわからないですが頑張っていきますなんかねスタジアムでほんまに来てスタグル食べて試合見るしかしてないから何を撮ったらいいかわかんないんですよねなのでなんかこんなんいいんじゃないですかっていうのがあったら教えてくださいということで今日も楽しい試合観戦でしたお金鍵してるやんお、そこまでこれ誰が書いたのジャイコちゃん書いたパリックにカレーを食べに来ましたこれは絶対忘れる何カレーですか説明お願いしますスパイスコルシカレーこっちの説明も自家製の鶏ハム鶏ハムはいいですねじっくり蜂蜜とリンゴなんか煮込んだこれしかないと醤油に漬け込んだ塩麹辛味です絶対いいんだけど美味しい本格的な味がしておりますやばい学習とかですねハマポミのズッキュンラブ今日は鹿島に行きますの回です運転手兼足兼太鼓浜田ですよろしくお願いしますよかった一個まともな役だって今日はルヴァンカップ第2節鹿島に行きます前回ねダービーで勝ったんでグループ2連勝で早々にねもう突破を決めてしまいたいなと2人で突破できんけどね多分ダービーも動画撮ったけどちょっとしか撮ってないんで同じ動画にまとめてると思うなるほど一節一節になるってことねいやもうあのダービーホーム開幕鹿島ぐらいのなるほどギュッとしようかなとなるほどねやばいだってダービー試合前とマリーケットしかないユーチューバー失格よ六輪車に行きました東京ラーメンストリートです、うん、なんか持ち帰りの餃子ですか特製特製つけ麺何あ味玉味玉入ってんのか味玉入ってる
つけ麺並盛りから失礼します。じゃあスープは熱いんでお気をつけください。おいしそう。見えません。ということで生しみつけ麺になります。いただきます。いただいてます。いただきますか。はい、どうぞ。こちらのつけ麺の盛り盛りですね。おいしい。はい、その友達こちらつけ麺の盛り盛りです。皆さんこちら銀のこちら締めの通過になります。ご利用ください。出来だぞ。はい、出来だぞ。はい、出来だぞ。下道で途中まで来たからね。入場します。なんかすごい空が綺麗。またスタジアム内ビン酔うつべです。酔うつべです。酔うつべです。酔うつば。かわいい。あれ来たです。ドン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 。ということで入場しました。ほんまに来る道に誰もおらんすぎてうちらしかおらんのちゃうかな思った。セレッソのマークつけてる人も鹿島のマークつけてる人もおらんかったから。でも8割9割を超える知り合い率です。知ってる人しかいません。平日の鹿島です。暇ですね、私たち。暇ですね。ないぞ、ないぞ。持つ。でもね、鹿島の試合の時は鹿島サポーターのお友達がスタグルをね、密集してくれるんですよ。もう本当にありがたい。しかも鹿島ってホーム側のスタグルめっちゃ美味しくて、いや、アレガンもね、あるんですけど、ホーム側が結構多くて、それをね、今密集してくれるんですけど、今日も行ってもらおうと思って。すごいなんか Wi-Fi があるみたいで、もうほんま最近すぐ速度制限来るから登録しよう。決勝を負けた去年のやつです。かわいい。なんかすごいリアル顔が。はい、こんな感じでスタジアム。はい、違う。ズマンのマフラー持ってなかったので天皇杯のマフラーです。あとロビーナとロキさんです。こっち向いて。
ち出せよ。250円の高級お茶といただきます。お酒出せるんですよ。ちょっと押します。トロトロ、パンがトロトロです。パン飯をいただいております。パントロトロ、パンがほんとこれさ、透明にしてほしいよね、この柵作るんだったら。なんかどちらかしたらあっちの柵の方、お願いします。ハムはハムのボリュームじゃないな、肉厚すぎてハムじゃない。なんで抜くの。誰食べる。これハラミ飯、これタン、これハラミ飯のお茶漬けやってる。タンがいい。食べてね。ちゃんと、ちゃん、どうせハラミ茶漬けのさ、このセンス脱帽。脱帽。帽子かぶってないですけど。脱帽。はい、ではね。帽子かぶってないですけど。これもう肉とご飯といっちゃった方がいいんですか。いっちゃってください。わかりました。じゃあどこの惑星に行くのやら、水金地下木ドッテン解明かかってこい。行ってらっしゃい。代表戦でも言ってた。でも俺これ食って、スカパー映っても食いない。食べてるのかな。体重抜かれても。しかも密輸でもらってるしみたいな。めっちゃうまい。ほんまに食べて。めっちゃうまいぞ。肉と一緒に行った方がいい。こんな美味しいのがあるん。めっちゃ美味しいの。しかもね、夏になるとね、これ冷たいの出るの。わー、美味しいですよね。バン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 。だしが、だしとご飯だけで全部美味しい。あと梅干し入れてきた。入れてないです。好き嫌いあるかなと思って。カレー？梅干し入れれるの？梅干し好き？大好き。入れてくれ、青やん。梅干し好き？なんかだしだけで全然美味しい。本当？梅干し入れると美味しいんだよ。え、絶対うまいね。入れてくれるの？肉と言って。出汁とご飯だけで。そうそうそう。で思うやん、ハラミの肉の柔らかさとご飯の、もうこれはね、これでいい、もう晩ご飯みたいな。いって、もうほら、で噛んで。うわあ。鹿島の究極のメロンパン。これもいただきました。クリーム入りだそう。メロンパン。こちらの動線は遊んで出てきていただきます。さらさらトラッシュの皆さん、ぜひ参加ください。おいしい。もつ煮がご飯食べたら甘いの食べたくなるから、すごい食べたらまたもつ煮食べたくなる。あと5分で食べてくれ。早っ。クリーニングセンターに首都圏5000円分とクリーニングセンターのキャラクター、雨が止まるので上に上がってきました。これありがとうございました。雨は止まりませんか。でももう言うて10分。続いてはアナウンサーショーマスターレジェンドランド10番の顔を後半はこちらで終わりします。まさかの北野くん、北野颯太くんのゴールで勝ちました。この3試合ずっと決めそうな雰囲気がありつつ決まってなかったんで、いつ決めるかなと思ったら今日鹿島で初ゴール決めてくれました。しかもめちゃくちゃ初ゴールとは思えないゾーンっていうシュートで、いやでも彼のあのがむしゃらさとか、あのなんていうんですか、噛みつくような17歳8歳とは思えないあのプレーが前面に出たゴールでゴールだったなと思います。ということで東京の方に帰ります。もうね、私サマユニのことを今から考えてるんですよ。もう誰を買おうかと悩んでいるんですけど、今日もまたみんながいいプレーするから候補が増えました。YouTuber の方です。底辺 YouTuber の方です。
なにわ男子はウブラブしか知りません。はい、今日はなにわ男子のウブラブのダンスの練習をして、最後にしっかりカメラマンが全力で手を振ってくれて抜いてくれたということで達成しましたね。今日は達成感が半端ないです。気になる方はダゾーンを見返してください。ダゾーンじゃないです。あ、違う、スカパーを見返してください。ずっと練習してたからね、今日。いや、気付けよ。そうです、なにわ男子布教活動を今年は頑張っていきます。ほんまにさまゆりどれにしよう。西尾悩む、早い。なぜかずっと西尾選手を押してくるみくちゃんですが、もうほんまにみんなさ、もういいプレーするたびにどうしよう、この選手もいい、あの選手もいいってなっちゃうんです。誰がいいと思いますか。まだまだ時間あるんやけど、よこの時間があることによってより候補が増えちゃいそう。このぐらい今年はまだ3試合4試合ですけど、めちゃくちゃ楽しいです。ということで今日も東京に帰ろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。それでは皆さん、おやすみ。